はい。お疲れ様です。8月15日木曜日朝6時の相場解説です。私がね、先週、自分の舌をね、食事の時に慌てて噛んじゃいまして、喋りがそれからいけてないんですけども、もうちょっとで治りそうです。もう少々お付き合いください。で、本日は、レンジの調整方法についてお話ししながら、えー、相場解説をやっていこうと思いますね。で、まずはね、えー、ニュースが入ってます。 米消費者物価指数、7月は2.9%の上昇で鈍化傾向が続くということで、下の方にね、ニュースが出ていますね。で、同時に FRB は9月に利下げを開始する見通しだということなんですよ。来月ですよね。で、利下げをすると、当然ですけども、円高に触れる可能性が強い。そして、それを織り込んで、円高方面に、えー、投資家ってのは資金を移しますので、本当に円高になるっていうね。 ま、そんな予想が立つわけです。現在見ていただいている冷やしってのは、この範囲に値動きが限られてますので、いわゆるレンジの状態です。レンジの状態ってのは稼ぎやすいですからね。もちろんトレンドも稼ぎやすいんですよ。トレンドもセルだけいるときはずっと勝てたわけでしょ。でもレンジはレンジで、この範囲でしか動かないってことが分かれば、どこでセルを入れればいいのか、どこで倍を入れればいいのかってことが分かりやすいんですよね。だから稼ぎやすい1週間っていうふうに言ったり、 稼ぎにくい稼ぎにくい時ですよって言ったりするわけなんですよね。で、稼ぎやすい週なのか、稼ぎにくい週なのか、これはね、見分けれるようになっていただきたいかなと思います。私もこれからもね、なんで稼ぎやすい週なのかっていう判断材料については、きちんとお話し,していこうと思います。はい、そして2つ目、4時間の図になりますけども、相変わらずこの間に値動きってのが限られてるでしょ。ね、この4時間で見ると この辺りからボラティリティがありますので、この範囲ちっちゃく見えますけどもね、ただこの間だけでも2円ありますから。だからここだけをクローズアップして見ていかなければ、相場解説ってのは成り立ちませんから、4時間はスッとね、過ぎていこうと思います。1時間。かなり価格が限定的になっていまして、上が147円の461、下が146円の526なんで、大体これでね、 一円未満なんですよ。この幅がね。で、このレンジを一円未満で作ったところ、ほとんどの価格ってのがこの枠の中に入ってるでしょだから、このレンジは稼ぎやすいんですよ。ね。こういう風に稼いでいけるわけでしょ今、線を引いてるところが全部利益が取れるところですよ。これ。ね。で、ロスカットを出すとしたら、ここですよ。 全体の割合としては利益を取るところの方が距離が長いでしょ。でしかも、このレンジが早めに作れていれば、例えばこの辺りで意識できていれば、こういったところのロスカットは出ないんですよ。でしょそしたら、この辺でマーケット設定ができていれば、この辺りはほぼ利益ってことになりますよ。これがテクニカル理論なんですよ。 勝てるでしょでも、マーケットの設定がなかなかできない人って、このあたりでやっとマーケットの設定ができたとしたら、利益を取れるポイントってのはちょっとになっちゃうんですよ。だから、今週は、月曜日をね、しっかりと見る日にして、ス水で勝負をかける。そして、えー、木金っていうのは一つのマーケットと捉えてね、今日明日の使い方っていうのは、今日の午前中しっかり見る。もしくは、今日一日をかけてしっかり見て、明日勝負をしましょうっていう組み立てになるわけですよ。 もちろん明日は金曜なんで難易度ちょっと上がりますよ。だから河水の方が稼ぎやすいっていうふうな形になるわけですよね。はい。それで今日はどうすればいいかってことなんですけども、ちょっともう一回、1時間をね、綺麗にしますよ。はい。簡単ですよ。レンジ戦略です。終わり。<laughs> はい。それでしかないです。今日は一日、もうレンジ戦略で行きましょうってことなんですよ。 だから前回の FX オクオレアヒの相場解説を見ていただいた方は、こっから別にセルに入っていいわけなんですよ。今もう含み益の状態でしょまだ決断がつかない方はもうちょっと様子を見ていただいてもいいんですけども、今日の戦略はレンジオプション。で、外に出た場合はブレイクアウトも考えられますよってことなんですよね。はい。じゃあ今日は以上です。あとはね、マーケットの調整の仕方をこの後つけておきますので、復習してみてください。それでは。 はい。お疲れ様です。8月15日、木曜日の相場解説になります。えっと、マーケットの変化をね、微調整していこうと思います。というのも材料も入りましたんで、えぇ、ー、月火という、あ、火水という括りとね、それから木金という括りに分けていくわけですけども、ちょっとマーケットの調整がいるかなと思います。現在147円の000と147円の800あたりで上下のレンジ作ってるんですね。 それをちょっとね、振り返る時が来ましたね。まず上ですけども、147の800あたりから移動して、このあたりまで引き下げてこようと思います。まあ言うまでもなく、この高値っていうのがね、だいぶ切り下がってきましたんで、このあたりの調整かなというところと、で、下段の方ですけども、このあたりまでちょっと下げてもいいかなと。髭先と、それから実体、なんとなくね、このあたりですね。 まあそうなると146円の500あたりから147円の450あたりまで来るのかなと、まあ、上下90ピップスぐらいになるような感じですねまあここで当たりをつけていこうと思いますまあ当たりをつけるっていうのはこれでレンジが決まりってわけじゃなくてまず仮設定しておいてここからの微調整が木曜日にいるよってことです今回カースイっていうグループと木金っていうグループに分けましたけどもそれは水曜日の深夜に材料があったからなんですよね その材料によってマーケットが微調整されて、木曜日もこうやって新たにマーケットを作りましたけども、木曜日の午前中に微調整して、木曜日の午後から勝負していく。もしくは、木曜日一日たっぷり調整して、金曜日に勝負をかけていく。まあそんな感じになるかなと思います。はい。まあ、火水と違ってね、木金っていうのは、金曜日の後にも曜日がありませんから、だから若干、火水よりも難易度が上がる。 木金というグループになるかなっていうところですね。